南稚内駅は北海道稚内市大国一丁目にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W79。事務官コードは12万1850。第二次世界大戦後から天北線が廃止されるまでの間は日本最北の接続駅でもあった。特急、宗谷、サロ別が停車する。 か内駅として建設中の様子初代、か内駅の構内の様子1977年の南か内駅と周囲約700メートル範囲。左がか内方面。国鉄型配線の2面3線と外側に2本の副本線、駅舎横内夜方面に貨物ホームと2本の引っ込み線を持つ。左上にか内機関区の扇型車庫が見える。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成南稚内駅は、当初は旭川駅から北上してきた、宗谷線の終点として、稚内駅という名前で1922年11月1日に開業した。当初の宗谷線は、後に、天北線となる浜東別経由の路線で建設された。この駅は、現在の南稚内駅がある場所からは、 1> 約 1km ほど北に所在しており、現在の稚内港郵便局のあるあたりであった。稚内港郵便局の向かいにあるホテル滝川は、この駅開業以前から現在地で営業しており、駅がある頃は滝川旅館として駅前旅館の機能を持っていた。駅は東端式で建設されており、駅構内には機関庫や客車の留置設備なども設けられていた。 翌1923年5月1日に、当時日本領であったカラフトと結ぶ、窒泊連絡線が開設された。こうして、稚内駅はカラフトと連絡するための重要な拠点となり、当時数少ない北海道口の急行列車は、函館から稚内まで直通するようになった。交換の乗車などを考慮して、一等車も連結されていた。 ただしチパク連絡船の発着する場所までは、駅から2キロメートルほど離れており、その間を、旅客は、徒歩、貨物は、荷車まで連絡しなければならなかった。不当には、待合所が建設され、後に、この施設が、稚かない公駅へと発展することになった。なお、開設された1923年の8月、宮沢賢治が当時、カラフトにあった王子製紙の、工場に、 教え子の就職を圧旋するためにこの駅を利用している。1924年6月25日に、弟子を北線のカブト沼稚内館が開業した。さらに延長工事が進められて、1926年、大正15年9月25日に、ロノベ経由の現在の宗谷本線が開通した。これにより、稚内駅は、双方からのルートが合流する地点となった。 そのまましばらくは、浜トン別経由の線が、宗谷線であったが、幌ノ部経由の線の方が距離が短く、勾配も少ないことから、1930年4月1日付で、線名が変更され、幌ノ部経由が、宗谷本線、浜トン別経由が、北見線となった。1928年12月26日には、東駅から、輪っか内港駅まで延伸された。 この際には、東端駅であったためにそのまま延伸することができず、駅の手前のところから分岐させる形で、輪っか内港まで延長された。このために、スイッチバック構造となり、輪っか内駅に到着した列車は一旦本線上まで対向し、進路を変更して前進していくことになった。輪っか内輪っか内交換は点五マイルと設定されていたが、年月日の、 メートル方移行時に単純にキロメートルに換算した2.4キロメートルにするのではなく1.2キロメートルとした。これは移転などによるものではなく、当初設定のマイルを修正したものであると考えられている。1939年2月1日に南稚内駅へ改称し、従来の稚内港駅が稚内駅となった。 1928年の線路延長以後、スイッチバック形式での運転が続けられてきたが、その手間を解消するためと、輪っな内駅との距離が近すぎるということから、輪っな内市の都市計画との関係もあり、現在地点へ移転することになった。これにより1952年11月6日付で、現在地に移転し、スイッチバックは解消された。この時に、 南か内駅以南の各駅との間は南に移転した分として営業キロが1キロメートル短縮されたが南稚内と稚内間の営業キロはそれよりも長い1.5キロメートル増加して2.7キロメートルとなった。これは10キロよりも長く廃止されたスイッチバックの往復分を誤って加算したのではないかとの推測があるが現時点でも か内までの営業キロは 2.7km のままである。1.5の駅舎は当初はバラック建ての建物であったが、翌年に木造モルタル作りの駅舎が完成している。短式ホーム、島式ホーム複合型2面2線を有する交換駅。ホーム間の移動は古線橋を使う。列車は基本的に駅舎側ホームの一番線に入り、 島式ホーム内側の2番線は、回送列車を含む列車行き違いがある時のみ、使用される。現在は、当駅から終点の稚内駅線路終端まで防線化された、ため、稚内方面へは2列車以上進入できなくなった。また、点鉄機、出発信号機、場内信号機を設置する駅としては、日本最北端となった。稚内方にある、遠方信号機は、 輪っか内駅が防線化された際に設置された。なお、現在島式ホーム外側の3番線は、上空部が崩され、保線車両の留置線となっている。駅長配置の社員配置駅。出刷、改札業務は、日中のみだが、入れ替え作業などがあるため輸送担当社員は終日、配置されている。緑の窓口設置。近距離区間の自動券売機も設置されているが、 稼働時間は緑の窓口営業時間と同一で、そのあまりの時間は使用できない。バッカ内駅として開業した当初は、現在地点よりも1トルほど北に所在していた東端駅であった。以下2924年2月5日時点での配線図を示す。この時点では、浜東別駅経由の後に、天北線となる路線が、宗谷本線であり、 現在の宗谷本線である、幌戸駅経由の路線は未開通であった。幌戸経由の路線の第一歩となる、手塩北線の稚内カブト沼間が開業したのは九百二十四年六月二十五日のことであるが、この配線図ではすでにカブト沼への線路も描かれている。九百二十八年十二月二十六日に、輪っか内港駅まで延長されると、この駅は、 東丹駅であったためスイッチバック構造となった。か内駅に到着した列車は、一旦本線上へ対抗した後に、再び前進して、か内港駅への線路へ進んでいた。南か内駅へ解消された後の1941年3月時点の配線図を示す。1952年11月6日付で南へ 1km ほど移転して、スイッチバックを解消した。 これにより駅は現在地となった。1975年3月時点での配線図を示す。この時点では、側線がまだ多数残存しているが、その後の貨物輸送の廃止などに伴い多くは撤去されている。1977年の稚内機関区と周囲約700メートル範囲。左上が稚内方面。扇形車こと転車台。左上は、 稚内客貨借。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅と稚内駅の間にある車庫は、稚内駅、幌のべ発着の車両を格納する車庫となっているが、かつては稚内機関区として利用されていた。現在は、特急列車の折り返しのための清掃及び整備作業を行っている。この車庫は当駅から入線する形となっており、 輪っか内駅到着後に一旦、当駅まで改装運転する。そのため当たり駅には終日運転扱いの駅員が配置されている。旧輪っか内機関区には運転士も配置されていたが、後輪っか内運転区に改称された。輪っか内運転区では廃止された輪っか内車掌区の業務を引き継ぎ車掌業務も行っていたが、普通列車のワンマン化のため車掌業務は廃止された。 その後、か内運転区が南か内駅に統合された際に運転士は、宗谷北線運輸営業所南か内駅所属となった後、2004年3月改正で合理化のため、宗谷北線運輸営業所に統合された。かつてはか内市の郊外だったが、市街地の南、東地区への拡大と人口の移動に伴い、駅周辺に市街地の一部が存在している。 大型商業施設や郊外型の商業施設、ホテル、ファーストフード店などが多数立ち並んでおり、チェーン店で日本最北のものも多い。北海道旅客鉄道総や本線、普通ばっかイ駅南輪っか駅はっか駅、北海道旅客鉄道店北線上内駅、南輪っか駅。ありがとうございます。